たちには命をかけた戦いをしてもらうぞ。イカゲームってやつだ。竹島を取り戻す。どうもラッキンです。今回は全世界で話題のドラマイカゲームのゲームをプレイしたいと思います。僕自身はねドラマ見てないんですけど、すっごい面白いらしいです。日本のねデスゲーム系を元にしてる感じらしいですね。それでは今回参加してくれるメンバーを紹介したいと思います。まずははい、ミシャンです。今日イカゲームって聞いたからてっきりスプラトゥーンやると思ってスイッチ起動したらなんか気づいたらデスゲーム参加しました。違うね、そのイカじゃないんですよね。そしてどうも、息がイカ臭いトッシンです。よろしくお願いします。なんで息がイカ臭いの？なんか胃が悪いのかしら、いつもイカ臭いんですよね。スルメばっか食ってるんじゃないの？スルメ男。じゃあ行きましょう。トッシンさん、スキン買ってないんだもんね。そうですね、無課金ですね。ヒカキンです、ヒカキン。じゃあ行きましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。お、なんだ？お、これはだるまさん転んだかな。だるまさん転んだ？ほう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 、だるまさん転んだ。ただ、皆さんと僕だけなぜかやたら相当距離空いてるんですけど、何なんですか？あ、ほんとだ、ほんとだ。臭いからじゃない、臭いからじゃない。イカペナルティされてるんですね。イカペナルティで。え、あ、なんかジャージ着ましたね。ジャージ着ちゃったね。あ、ほんとだ。ミシロンさんわかるけど、ただのなんか、ツンツンの頭の仙道さん見たくなってるよ、あのスラダンの。確かに。あれ、これ動けないですね。いや、まだまだ始まってないから。なんですかね、始まってないんですね。2分間のうちに来いって言ってるんですかね、これ。あ、動けました。あ、お、これ、怖っ。おお、おお、だるまさんが。これ、韓国語？は、そうですね。韓国語ですね。なんて言ってるんですか、ね、なんて言ってるんですか、なんて言ってるんですか。お前のケツの穴、キムチ臭いにだ。ちょっと、それ、怒られるやつだよ、それ。やめなさいよ。ちょっと今、トシさんのせいで心臓に打った。うまいな。結構簡単じゃないですか。おー、まあ、そうですね、なんかハメ技みたいなないですもんね。ちょっと早い。早い早い。おお、見られたら死ぬってやつですね、これ。そうそうそう。ってことですね。あ、ちょっと無理しないでおこう。オッケー、僕がクリアしました。あ、した早いね。よっしゃー、クリアでーす。よし、これ戻ったらダメだ、戻ったらダメだ、トシさん。あ、危ない、危ない、戻ったらダメだよ。ダメだよ、ここで待ってないと。あ、これはスマホ、これはなんだ、何ですか、これな、何やるんですか。え、もうすぐ4人ってやばいな。え、なんかクッキーを渡されるって書いてあります。クッキーにはランダムの形が書いてあって、はいはい、それをマウスでなぞりましょうみたいな感じ。難しそう。マウスでなぞる。ああ。あ、その線をはみ出たらクッキー割れちゃって、クッキー割れたらお前死ぬよみたいな。あ、そうなんだ。へえ。ああ。クッキーどこの型抜きですか？どこどこ？あ、これか。ああ、なるほどなるほど、これか。あ、はい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 。これは簡単だけど、簡単だけど。あ、やばいやばい、割れた。あれ。はみ出ると割れるみたいですね。あ、割れたんだ。やばいですよ。やばいですよ。ちょっと慎重に行きましょう。みんな生き残りましょう。おお。え、なの？え、なにこれ？終わっ、勝った。よしよしよし、行きました。よし、オッケー、行きました。え、誰か死んだよ。あ、死んだ、一人死んだ。おお。俺らだけだったぞ。完全にこれ本来50人から100人ぐらい入ってるゲームですよね。そうなんだよね。結構大人数からのバトルロワイヤルを勝ち抜いたっていう感じの予定だったのが、そう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 、まさか身内3人になるっていう。本当だよ。最後1人なんのかな、どうなんだろう。どうなんだろう、ドラマ見てないからわかんないけど。これ主催者側もビビってますよ多分。ちょっと待って、ちょっと待って。これ棚行きでしょ。なんで俺負け確じゃんこれ。2対1になっちゃいました。2対1じゃん、いじめじゃんこれ。これちょっとホラーさんには悪いですけど。そうですね。あー、マジか。いいっすよ。でもどうやっていいか分かんないな。どういうこと。お、パール。あ、ちょっと待って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 、どうすんのどうすんの。プルのボタンを押すんだ。プルのところを押すんですね、これ。あ、プルを、ここ押すの。あー、そういうことですね。はい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 、なるほど。ランダムに表示されて、あ、そういうことね。そういうことね。そういうことか。なるほど。うわ、地味。
ちょ、地味や地味だけど、いやでもこれ死にたくない。死にたくない。いやちょっと待って。ちょっとこれ負けるよ、21は負けるよ、これ待って、ずるい、ずるい、こっち負けたらなんか、そうですよね、ずるい、ずるい、くそ こいつ後ろ向いてるし、ちゃんと前見てやれよ、こいつ。でも俺、勝ってんのか負けてんのか分かんない。いや、負けてる、負けてる、これ俺、どんどん引きずられてってるから、これ、最初側ほんと困ってますよ、これいやひどいな。じゃあもう、じゃあミシロンさんして、ミシロンさん勝つと思うからミシロンさんしてでいこう。はい、お願いします。どうにも恐ろしいゲームです。なんだこれ、え、なんだこれ、これなんですか、なんですか、面白そう。あ、インフォーブヨアルトレイス、おぉ、インフォーブヨアね、2分以内に、はい、お、これ多分乗んないといけないじゃないですか乗んないといけないやつじゃないですか、これ板の上に乗る、あ、これ板、え、これここ乗れるんですか、ジャンプして乗るんですか、よいしょ、これ、あー、後ろで落ちた、どういうこと、どういうこと、お、さあ、始まりましたね。今回は、お集まりいただき、ありがとうございます、この野郎おめえたちには、命をかけた戦いをしてもらうぞ、イカゲームってやつだこの野郎、この野郎、笑いやがったな、なんか謝れ、この野郎、すいません。あのバトルロワイヤルね、あのそうですね、北野武の懐かしいですね、懐かしい、あのこのモノマネするときなぜか肩が片一歩だけ上がってましたで目がピクピクしてね、そうですそうです、痙攣してました行きましょう、行きます、今度は大人数だから、ね、楽しいと思う、そうですね、うん、この人数ですから、ん、あ、もう来る、お、来ました、あ、みちょさん来てくれた、はい、怖い、うお、怖い、おやっぱ命をかけてますからね、ピリピリしますね、早いですね、今回、おっと、早い早い、おお、怖い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 、トシさん気をつけてよ、え、それ死んでのふりですかそれ、いやいや違う違う、はい、はい、うえ、おー、誰かやられてますね、あ、時間結構には余裕ありますからね、そうですね、はい、ミシロンさんうまい、ミシロンさん、ホラさんだいぶさね、そうだね。よるビビりだ。でも時間あるから。そうですね。焦る必要ないですよ。うん、おお。あ、早いな。早い早い。おお、余裕、余裕持って止まっとけばもう大丈夫ですね。そうだね。はい、いや、やばいぞ。次はゴールしよう。僕ゴールしました、早い、イエーイ、あー、おみしろさんもゴールおめでとうございます、ありがとうございます、あ、おお、ね、もう少し、もう少し、ホラさん行きますね、よしよし、早いな、ナイス、よっしゃー、生き残りましたね、あ、これはこれは4段ジャンプ、よしさん、これ多分先に他のやつ行かせた方がいいんじゃないですか、そうそう、行かせよ行かせよ、でもこれもろくなるんじゃないですか、あと2分以内に向こう行けばいいっていうやつだと思う、ああ、そういうことか、わかりましたわかりました、それじゃあやらせていただきます、じゃあ行ってこい、みんな行かんね、あ、みんな俺考え、やること考えること同じですね、目玉の親父みたいな、行った、行った、なんで行く、なんで行くの、なんで行った、なんでもう早漏だな、これでもほらさ、手前の板落ちたら多分後ろの人行けないんじゃないですか、あー、行けない、そうだね、あー、そっかそっか、あー、そういうことか、え、でも大丈夫な板があるんじゃないですか、これ、あ、大丈夫な板があるのか、大丈夫な板と大丈夫じゃない板があるんですね、そうそうそう、で、それで2択なんじゃないですか、これ、あー、2択なんだ、世紀のルール今ごとしてしまった死んだ人に、まあ、まあ全員脱落ということでね、そうですね、お後がよろしいようで、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、はーい、言えばこれゴリだ